はい、どうも皆さんこんにちは、コーダです、ラストピリオドやっていきましょう。地味に続けてましたはい、ランクも32になりまして、で今ねイベントもやってるんですけれども、はい、27,548、はい、地味に頑張ってますそのわけで今回はコールやっていきましょう。ピックアップコール、はい、出やすくなってるのはイルさん星5つですね。そして、ミモザさん星4つ、さらに星4つのドーガネさん、はい、この3ユニットがね、はい、出現率アップしているので、できればね僕はイルさんももちろんそうなんですけど、このミモザちゃん、ミモザくんどっちだこのミモザさんをねぜひねゲットしたい、できればゲットしたい、よろしくお願いします。はい、では10連コールやっていきましょう。お願い。いやまだね星5つがね来ないんだよね。期待してます、お願いします。どうなんですか。お、いいんじゃない。激レア星4つ、この子初めて、ネズミ、ネズミだかわいい。あ、この子は持ってる、はい。え2回連続、はい。あ、持ってます持ってます。あ、でも覚醒は嬉しいかも。あ、激レア、あ、これ僕持ってるよね、うん、はい、レア、はい、レア持ってる。お、この子も初めてだ、すげえ。ハートなのにすげえ棒に釘刺さってんだけど怖いわ。誰だろうこれ。あら、あー、来た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 。またイオナと遊んでね。星4つ結構来ましたね。星5つは残念ながら来ませんでしたが、まあまあいいでしょう。はい、まずラッテさん、ラッテさん、うん、ネズミちゃんですね、いいですね。アニマルレルム、どんどん増やしていきましょう。そしてシェバルドは覚醒数、覚散、覚醒、覚醒数ですね、覚醒数3からもう5になりましたね、どんどん伸びてますよあとはスイムはね持ってるんですけれども、進化させてるんで覚醒にはならないんですね多分ね。で、セレスト、うん、この子怖いんだよな口がで、アーツもこれ持ってたんだね、うん、で、ラクルドも、進化させてるんで、持ってはいるんですけど、覚醒はしない。で、ウェンディ、これウェンディがさ、何これ、めっちゃ怖いんだけど、うん、いいキャラしてるねそしてハイデマリー、この子はどんなキャラなんだろう。あー、駆け込み乗車禁止、はいはいはい、電車のね、駅員なんですね。へー、鉄道ね、面白いキャラだな。でもピストルで撃つんですね、怖い怖いそしてはい、ロラさんはあれですよ、物語に出てくる結構重要人物なんで、はい、来てくれて嬉しいですね。まだ持ってなかったよね僕ね、うん。ということで今回はこんな10体となりました。なかなかいい感じの、いい感じのユニット揃ったんじゃないかな。よし、そのわけで今回はガチャだけで終わらずに、今やってるクエストね、イベント、このイベントもね明日までなんだよね、明日の14時59分、だいぶあとちょっとなんだよな。っていうかこの動画公開するのが7月8日明日なんで、もう終わる頃だと思うんですけど、はい、じゃあイベントせっかくなんでやるかな、エクストラステージ、はい。このねアルティメットがね相当難しいんだよね、ちょっとねいけるかな、一回やってみよっか、アルティメット次はいけるかもしれないね、やってみなきゃわからない。じゃあよし、このメンバーでいきましょう。 OK、 頑張ろう、いけるかな、いけるかな、おっと、さあ頑張りましょう。さあ、おっと、ちょっと解除、待って待って待って、なんかいろいろちょっと動きが大丈夫、よし、できるだけチェーンをつなげていく、そしてここでガード、よし、いよいよ、やっぱ強いな、
ケー、いいよ、つなげてるチェイン、やっぱチェインはつなげないとね。オッケーオッケー、ナイスよけー。さあここで、使ってチェインで、ここではいスキルも使っておきましょう。オッケー、うまいうまいうまい。あ、ちょっとミスった。あー、しゃあないしゃあない。ここでスキルを使っとこう。いいよ、オッケー、守ってる。あー、だいぶレッドが弱ってるけど気にしない。もうちょっと頑張って、レッド。よしよしよし、あー、オッケーオッケーオッケー。あー、ちょっとミスったな。大丈夫。1、2、3、あとちょっとなんだけどな。回復しとこう。いいよ、このタイミングに回復は嬉しい。あー、まずい、ガードしきれなかった。死んじゃった一人。いや、まだいける。よし、待ってね、回復。うわ、回復したし、この回復が本当にもうマジでやらしい。守る、あー、まずい、これはもう終了っぽい。うわー、終わりだな。いやー、よし、一応回復。あー、死んだ悔しいなー。いやー、ルナストーン使って回復はしません。なかなか難しいんだよないや、マジでやりごたえはあるんだよ。だからそう、単純なね、あのゲームではないってことがね、ここ最近すごいどんどん分かってきて、タイミングゲーとかそういうのもあるんだけど、うん、意外と戦略もあるっていうね。いや、楽しいちょっとハマってます、本当にガチハマりしてますね。っていうことで、皆さんぜひラスピリやってくださいね。はい、実はギルドね、募集しようかなと思ってはいるんですけれども、まだ、新規には作っていません。なんかね、ギルドを使ったイベントとかが始まる前ぐらいにね、できれば作りたいなと思っておりますので、それまでね、皆さん温存していただければと思いますということで、今回ここまでにしましょうかね。はい、それではコーダでした、ラスピリぜひ皆さんもやってくださいね。はい、じゃあまたね、グッバイチャー。